ではイントロを両手で繰り弾きます。ここは原曲と同じシンセのフレーズです。原曲のような柔らかい音色で弾くように意識しましょう。途中で左手に移る部分があるのでそこも注意です。そして最後は209符が入ります。ではここまで一緒に弾いてみましょう。続いて A を両手で繰り弾きます。ここから歌メロが入ります。連打が多いので難しい場合は省略しても構いません。左手のコード進行は先ほどと同じですがシンプルにしています。ではここまで一緒に弾いてみましょう。続いて B を両手で弾きます。ここからコード進行とリズムが変わります。A よりも伸びやかな感じで弾くといいです。ではここまで一緒に弾いてみましょう。続いて C を両手でクリきます。ここはリズムがメインになるのでビート感を出して弾きましょう。左手は小指の方を重めに、親指は軽く弾くとドラムらしくなります。ではここまで一緒に弾いてみましょう。最後、アウトロを両手で繰り弾きます。ここはシーンの続きから始まり、最後にコードを付け足しています。原曲ではピアノにディレイをかけていますが、強弱でそれらしく聞こえるように弾きましょう。ではここまで一緒に弾いてみましょう。
では本日のまとめとして最初から通して弾いてみましょう。レッスンは以上です。質問などがありましたらコメント欄にお願いします。またチャンネル登録や高評価もしていただけるとありがたいです。では次回のレッスンでお会いしましょう。